始まりましたテレビ滋賀プラスワン、司会は私桂小雀でございます。今日もよろしくお願いします。そしてリポーターの鶴口さやかです。小雀さんに何を言われても涼しい顔で乗り切れるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、何でも言っちゃうよ。何でも強いですよ、はい、さあ暑い日が続きますけれども、うん、小雀さん何か暑さ対策ってされてますか？はい、夫婦生活を冷え込ましていますそれ家庭内冷房効きすぎですね、はい、冬場は暑くなって喧嘩するようにしてますなんかそういう省エネとか節電の方があるのですかね。あるんです、あるんです。ちょっと分かりませんがすいませんさあなんでこういうことを聞いたと言いますと、はい、今年の夏はですね、例年以上に電気が足りなくなると予想されているんですね。今年も、はい、ですから節電が今日はテーマになってきます。あ、そうですか、はい、それでは今日は我々も声を落として省エネモードでいきましょうか。そこは全開でいきましょう。全開で、わかりました、はい、よろしくお願いします。今年の夏も節電ということですね。そうなんです。滋賀県ではですね、7月の1日から9月30日の間、特に節電を呼びかけています。あ、今年の夏の電力供給というのはどうなってるんですか？気になりますよね、はい、そこで関西電力に聞いてきていますので、こちらをご覧ください。関西電力のこの夏の需給見通しなんですけれども、火力発電所ですとか水力発電所などの自社電源を最大限に活用しまして、供給力の確保に努めさせていただいたんですが、残念ながら自社だけでは大きく不足してしまいますので、中西日本地域に加えまして、今回は東日本の電力会社様の方からも応援融通を受電させていただきまして、電力の供給に最低限必要とされます予備率 3% をかろうじて確保することができる非常に厳しい見通しとなっております。この電力の需要想定につきましては、定着した節電を織り込んでいますことから、お客様におかれましては着実な節電省エネにご協力いただけますようどうぞよろしくお願いいたします。ではその節電のポイントとは。家庭における消費電力のうち、エアコン、冷蔵庫、テレビ、照明が8割程度を占めています。これらを中心に設定変更や使い方を工夫。また電気の使用が集中するお昼1時から4時の使用を控え、他の時間帯にずらすと効果的です。当社は引き続き供給力の確保に全力で取り組んでまいります。ただ発電所の予期せぬトラブルですとか、そういった不足の事態によりまして電力需給が逼迫することも考えられます。このような場合にはお客様の健康に影響を与えない範囲で可能な限り節電にご協力いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。この夏も当社ホームページにおきまして、具体的な節電方法ですとか電力の需給の状況、また見込みをお知らせしております。特に需給逼迫のお知らせメールにご登録いただきますと、需給状況が厳しい見込みとなった際にお客様のスマートフォンですとかパソコンへメールでその時間帯をお知らせさせていただきます。ホームページの方からメールアドレスをご登録いただくようによろしくお願いいたします。今年もなかなか難しい夏になりそうですね。そうですね、まあ、節電すること大事ですし、さらに節電の前に自分の家でどれだけ電気を使っているかを知るということも大切ですよね。そうですよね、うん、そこで活用していただきたいのが関西電力のハッピーミル電というウェブサイトなんです。はい、こちらに登録するとですね、これまでは紙で送られてきていた電気料金や電気使用量をウェブ上でチェックできるんです。はあ、なるほどね。自分のうちに来てた紙あるじゃないですか、はいはい、電力量のあれの代わりにもなるんですね。そうなんです、すぐチェックできますし、あとは去年の同じ月とか前の月と比較することができるので、はい、まあ、いろいろ自分の家の使用量が分かってくるんですね。なるほどなるほど、いいですね、はい、そういうのを見てね、自分で節電をいろいろと考えていけるのがいいですよね。そうですね。さあ、そして肝心の節電の方法なんですけれども、はい、アイデアと工夫で家の中でもいろいろな節電ができるんです。ある夫婦を覗いてみました。お、覗きましたか。節子と全米の節電家。
族。今日も暑いなこれ。よし、エアコンつけたろ。え、エアコン？え、ちょっと待ってよ、エアコンじゃなくてこの扇風機使って。扇風機ってそんなもんで涼しならんかな。なるの、扇風機の風気持ちいいんだから。どう？あー、でしょ、涼しいでしょ。なるほどね。でしょ。最も効果が高いのはエアコンの節電。無理のない範囲でエアコンを消して扇風機を使うことで 50% の節電に。いやー、なんじゃこれ、ちょっと暑いで、これ何度になってんねん。28度ってこれ暑いよ、もっと下げたら。ちょっとちょっと待って、勝手に下げないで。28度でいいの。それでは暑いでしょ。暑くありません。節電になるし、あと節約にもなるの。そうなの。夏の冷房設定温度を28度に設定、節電に努めましょう。室温を27度から28度に上げた場合、年間でおよそ30kWh、およそ820円の節約にも。また除湿運転や頻繁なオンオフは電力の増加になる場合があるので要注意。いやー、何やろな、これ今日は日差しがきついんかな、これ。ねえねえねえ、見て見て、いいもの買ってきたの。じゃーん、すだれ。すだれ？そう。これで火遮れんの？遮るよ、火も遮るし、あと風も通す優れものなんだって。窓からの日差しはよしずやすだれを使って遮りましょう。いやー、私はワールドカップより阪神なのよね。今日はどうだったかな。ちょっとちょっと、明るいうちは電気を消しましょう。十分読めるでしょ。まあ読めるけどね。これも節電につながるんです。日中不要な照明を消すことでおよそ 5% の節電になります。いやー、桂光雀は動きが硬いね。ちょっと失礼します。よいしょっと。ちょっとほんま失礼ですよ。ちょっと暗なってますよ、これ。省エネモードです。いや、省エネモードはわかるけど、ちょっと暗いですよ。でも見られるでしょ。もう見れないことはないけど、明るいのが迫ってくるね。いいの、節電だから。それにあんたよくテレビ見ながら寝ちゃうでしょう。見ないなら消してください。はい。テレビは省エネモードに設定。画面の明るさを下げ、必要な時以外は消して、使用時間を3分の2に減らした場合、およそ 2% の節電に。酒が飲める飲めるぞ、酒が飲めるぞと。ビール飲もう、ビールをな。で、あてを何にするかやな、これな。あてな、これな、エアスみたいな。ちょっといつまで冷蔵庫開けてるの。いや、あて探してんの。でも欲しいものあったらすぐ取り出して閉めてよ。いや、ちょっとですよ。でもでもね、長い間開けてたでしょ。それだって電力使うんだから。まあ、でも長いんですか。長い。あなただっていつもチョコマカチョコマカ開けてるじゃない。知ってんだからね。その都度欲しいものが出てくるもんです。さっさと取り出して。それにね、冷蔵庫の設定温度を強から中にして、食品詰め込みすぎないようにすると、それだけで節電になるんです。はい、あなたの圧力も強から弱にしてほしいです。何か言いましたか。申し上げておりません。冷蔵庫は設定を強から中に、扉を開ける時間を減らし、食品を詰め込みすぎないようにすることで 2% の節電に。ただいま。おかえり。あのね、あなたがいつも暑い暑い言うから、とっておきのもの買ってきたの。なになになに。そのいいものというのがこちら、はい、ステテコなんです。なんか軽やかになりましたよ。この今履いてもらっているのが高島縮みのステテコなんですね、はい、
高島チヂミというのは織物にシボ状のシワを作った独特の製品でして、吸湿性に優れ爽やかな着心地から高温多湿な日本の風土に適した素材なんですが、いかがですか、光尺さん、剥がれてみて。いや、通気性抜群な感じがね、もう触った感じで分かりますね。もうスースーしてます、はい、ちょっと透け感もありますから ね、本当にズボン下にもいいですよ。あ、いいですね、はい、あの汗でこう布がくっつかないっていうので。そうです、はい、まあ、今はですね、女性用の捨ててこもありますし、ぜひこの夏注目してみてください、はい。まあ、節電と言いますとどうしても我慢するというイメージがありますが、これを、ね、逆に楽しむというのがいいですよね。いいですね、そういうふうにありたいですね。そうですね、またあの節電夫婦も頑張っていましたが、はい、さらにワンランク上を目指そうという方に省エネ診断士がアドバイスしてくれる省エネ診断というのがあるんです。省エネ診断士、はい、これはですね、家庭のエコロジー度を判定してその家にぴったりの省エネ対策を教えてくれる診断のことで、節電効果も上がるんですよ。へえ。実は番組のプロデューサーが省エネ診断をしてもらっています。あれあれあれ、事前の調査では100位中84位という結果だったんですけれど、例えば洗濯物は乾燥機をなるべく使わずに天日干しをするとか、ね、エコドライブを心がけるといった細かい努力で77位まで上昇したということなんです。7位分上がったよね。そうなんですよ、7位分、まあ、でもそれでも77位頑張ってもらうとこの人には少しずつあのできるところから始めていくっていうのがね、節電は大事ですからね、はい、なるほど、不要な、はい、不要なのところが気づくことが大事ってね、はい、書いてありましたけど、まだあんまり気付いてない感じだったねいや、これは省エネ診断をすることで分かっていきますから、そうそう、あの、はい、ぜひ我が家も省エネ診断してほしいという方はこちらまでお問い合わせください。楽しんでね、できそうですね、これだったら、はい、はい。さあ、今日は節電をテーマにお届けしていますが、もうすぐ夏休みですよね。来ますね、夏休みが、はい、子供たちもね、家にいるよりはね、表で遊んでくれた方が節電にもなりそうな気がするんですけどね。そうですね、やっぱり一日家にいるとどうしても電気代かかりますからね。そうなんですよ、はい。そこでですね、滋賀県では7月22日から8月29日の平日、県立の文化施設を無料開放して家のエアコンを消して家族みんなで涼しいところへ遊びに来ませんかという節電クールライフキャンペーンを実施します。ありがたいね、うん。ということで、炎天下の中涼しさを求めて県立近代美術館にやってきました。そして節電クールライフキャンペーンの期間、無料開放となる常設展ではこんな企画が。子どもたちにアートに親しんでもらおうとね、肝臓品をいろんなテーマで展示している企画なんですけれども、今年のテーマは工夫ひらめきアイデアということで、はい、作家のいろんなアイデアとか今までになかった新しい技法、そういうものばかり今回は見ていただこうという、そういう展示になっています。斬新な表現にびっくり。まずはこちらの作品をご覧ください。不思議な感じの絵ですよね。武士と現代の子が一緒にいたりと。馬屋図っていう昔からある作品を現代風にアレンジして、現代のまあ武士というかサラリーマンたちがもう自分のね、あの馬とバイク合体したものをこう見せっこして、うん、で一緒になって楽しく過ごしているっていう、そういうシーンの絵なんですよ。さらには虫の手を借りてできた作品も。なんか紙幣がずらっといっぱい並んでるでしょ。でも紙幣の中に溝がいっぱいあるでしょ、はい、これアリの巣なんです。アリの巣、この砂はね、アリが食べることのできる砂です。でその中にアリを放つと、はい、アリが喜んで食べながらこう巣を作っていく、はい、面白い。本当にもうアリがこうずっとこの溝を掘って掘って、そう作っていったんですね。そして食卓でおなじみのある食品を使った作品も。これ何でできていると思いますか。チョコレート。違う。醤油。あたり。これね、あの小沢剛って人で、この人はね、はい、人類は昔から醤油を使って絵を描いてきたっていうまるっきり嘘の美術史を作ってる人なんですよ。だからモナリザとか過去の有名な作品を全部醤油で真似して描いて醤油の絵で美術館を作ってるんですね。他にもアーティストの創意工夫が光る作品がたくさん。こうした作品のキャプションにはキャラクターを使って楽しく分かりやすく紹介しています。
美術館のある琵琶湖文化公園は他にも図書館やおしゃれなカフェなどがあり、文化、芸術、自然が親しめるところ。公共交通機関を使ってぜひお出かけください。キャンペーンやね。はい、涼しいですし、はい、展示もとても面白かったです。また近代美術館では7月12日から手塚治虫展も始まります。こちらは有料なんですけれども、常設展と合わせてお楽しみください。はい。さあ、県内にはですね、無料開放している施設がいろいろあります。滋賀プラスワンやこちらのチラシホームページでダウンロードできますので、提示すると無料になりますから、ぜひご持参の上ご来場ください。どんどん楽しみましょう。はい、はい。さあ、続いてはキラッと滋賀です。滋賀県出身の可愛いアイドルが登場します。テレビ滋賀プラスワンをご覧の皆さん、こんにちは。 NMB48 滋賀県出身リーちゃんこと近藤里奈です。これからレポーターとして頑張っていくので、よろしくお願いします。そんなリーちゃんに突撃インタビュー。滋賀への思いを語っていただきました。滋賀県のこと、いや、滋賀県はやっぱり自分の地元なので、もっと皆さんに なんか皆さん結構、滋賀県かみたいな、結構あの田舎って思ってるかもしれないんですけど、まあ、そこもいいところじゃないですか、滋賀県の。だから琵琶湖もあるし、あんな大きい海やと思ったら湖じゃないですか。だからそこもちょっとどんどんアピールしていって、滋賀県行ってみたいと思ってもらえるように頑張ります。滋賀大好きなリーちゃん、琵琶湖での思い出といえば、琵琶湖の大津のバーベキューするところがあるんですけど、 そこでいつも釣りをしてるんですよ。なんか全然釣れなくて、なんか草とかいろんなやつが、魚じゃないやつが釣れて、ぜひまた挑戦したいです。可愛い服を着るのが好き、人前に出るのが大好き。そんなリーちゃんにとって NMB48 のオーディションは絶好のチャンス。それには父親のある言葉がリーちゃんの心を支えました。家とかでやっぱり弱音を吐くと、お父さんがなんか自分が舞台に立ってセンターで立ってることを想像してみみたいな言われるんですよ、よく。で、本当にそのことを毎日想像すれば実現するからって言って、あとオーディションではなんか受かることをずっと想像しておけば絶対に受かるから、なんかあまり悪い風には考えずに頑張れって言われて、ずっと自分は受かると思って頑張ってました。楽しいですね。なんかお仕事がない日やとちょっと寂しくなります。なんか家にいるとなんか変な感じがします。やっぱ劇場にいるのが当たり前やから、なんかみんなによくレッスンとか嫌いやろって言われるんですけど、結構好きなんですよ。だから公演が始まる前のレッスン期間とかすごい好きです。一番自分がしたかったことなので、幸せと思います。コウジャクさん、ツルプチさん、これからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくね。お願いします。かわいいな。これからレポーターで。そうなんです。まずは7月19日の放送で登場しますので、お楽しみに。楽しみだね。はい、それでは皆さん、また次回ですね。はい、お楽しみに。